こんにちは、シスコカスタマーサクセスのサクセスです。この動画では、ピアリングトラフィックの可視化、分析ツールであるクロスワークトラフィックアナリシスをご紹介します。クロスワーク.sisco.com にログインし、左のタブの2番目のアイコンをクリックするとクロスワークトラフィックアナリシスのトップ画面が表示されます。これはトップトーカー、やり取りの多い相手を分析するためのダッシュボードです。右上で表示期間を指定でき、ラストデイでは過去1日、ラストウィークでは過去7日間、エッジデバイスから収集したネットフロー、EGP データをもとに、トップトーカーを分析できます。左側には、トランジットするトラフィック量が多いエース、右には、発着するトラフィック量が多いエースを表示します。このケースでは、AS1000 を経由するトラフィックが多いこと、AS109 を発着するトラフィックが多いことがわかります。また、プレフィックスオーバービューでは、どのプレフィックスが最も多くやり取りされているか、デバイスオーバービューでは、どのエッジルータがより多くのトラフィックを処理しているかがわかります。左のトラフィックドリルダウンをクリックすると、このようにモニターしているデバイスリストが表示され、使用率の高いものは三角マークが表示されます。一番上のデバイスをクリックすると、このルーターのインターフェースリストが表示され、どこが複層気味であるかが一目でわかるようになっています。一番上のインターフェースを見ると、SNMP で収集したデータが確認でき、ユーティライゼーション、キャパシティ、TX、RX トラフィックの値が確認できます。そしてインターフェースをクリックすると、ネットフローで収集したデータから、このインターフェースを使用するトラフィックの宛先エース、およびそれぞれのトラフィック量を確認できます。さらにエース番号をクリックすると、どのプレフィックス宛てのトラフィックがどのくらい観測されているかを確認できます。プレフィックスセントリックをクリックすると、逆にプレフィックスからこのように経由するエッジルータ、インターフェースとドリルダウンして確認することができます。トラフィックコンパリソンではエース、プレフィックス、デバイスを選択し、TX、RX を比較することができます。例えば、デバイスを選択し、コンペアをクリックします。比較したいエッジルータを選択し、Add to Comparison をクリックします。そうするとこのように TX、RX を比較することができ、パーセントのところを見ると、エッジルータ間のトラフィックの偏りを把握することができます。ピアプロスペクティングでは、ピアリングしていないエースの中でやり取りの多いエースのリスト、つまりピアリングを推奨するエースリストを提示します。オプティマイズピアをクリックし、ピアエース、36692とデバイス、エッジルータ位置を選択すると、このように、ピアリングされているエースを経由するトラフィックを他のエースに移動できる場合、その候補を表示します。トランジットをクリックすると、例えばエースに914をトランジットするトラフィックが多いため、こことピアリングすることでトラフィックパスを短縮できる可能性があるという判断ができます。レコメンデーションでは、インターフェース使用率の最適化を提案します。事前に設定したエッジデバイスのグループを選択すると、送信トラフィックの帯域使用率が 80% を超えるインターフェースを分析し、余裕のある他のインターフェースに移動した場合に全体的な使用率を正常化できる可能性のあるプレフィックスリストを表示します。例えば、一番上の 13.35.100.14.0/24 は現在エッジデバイス1、天気が 0/0/0/24 を使用していますが、このインターフェースの使用率は 87.8% となっています。このプレフィックス宛てのトラフィックをエッジルータに、天気が 0/0/0/22 に移動すると、使用率が 3% ほど改善することがわかります。また、アラームをクリックするとアクティブアラームが表示され、インターフェースユーティライゼーションが指定した範囲外である場合などにここにアラートが出ます。クリックすると詳細が確認でき、使用率 10% 以上が正常と設定していましたが、現在 0BPS のトラフィックとなっており、異常と判断されていることがわかります。今回は、ピアリングトラフィックの可視化、分析ツールであるクロスワークトラフィックアナリシスをご紹介しました。まとめると、クロスワークトラフィックアナリシスは、1、トラフィック分析用の単一ダッシュボードの提供、2、トラフィック量の多い IP ルートのランキング化、3、主要なサービスの見える化、4、迅速な複層箇所特定のサポート、5、複層を軽減するためのピアリング候補のリストアップ、6、
エッジデバイスのトラフィック分散先候補の提示といった機能をご提供します。最後までご視聴ありがとうございました。他にも皆様のお役に立つ動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。